はい、おはようございます。ダンサー兼ビデオグラファーフォトグラファーのドゥです。本日はね、こちらニコンの Z6III を購入しましたっていうお話になります。で、Z6III ね、購入なんでしたかっていうと、私はメインのカメラはこちらのね、ニコンの Z8 を使っております。で、こちらのサブ機として、購入したっていう形になりますね。 Z6III をね、なんでサブ機として選んだのかっていうお話を少しさせていただきたいんですけども、バックアップ機材っていうふうに考えたら、 Z8 のバックアップ機材はもう1台 Z8 を持つっていうのが一番の理想かなとは思うんですけれども、私は舞台の撮影、ダンスの舞台の撮影が割とメインのね、業務での撮影なんです。そうなってくると、舞台割とね、暗い中で撮ったりするので、高感度に強いカメラっていうのがちょっと欲しいなっていうふうに考えまして、 Z8 でも別に撮れなくはないんですけども、 Z8 はね、高画素機なので割とね、やっぱ暗所に弱いというか、ノイズが乗りやすいんですよ。なので、この Z6III は、2450万画素かな。なので、高感度にも強いので、こちらね、Z6III が、あると使い分けができてね、便利かなということで、Z6III を選びました。で、高感度っていう点で言うと、実はね、ZF も割とね、高感度に強いカメラで、Z6III とね、多分あんまり変わんないんじゃないかな。なので、正直どっちを買おうか悩んだんですよ。その ZF と Z6III を、悩んで Z6III にした理由っていうのは、一つはね、グリップです。やっぱり長時間の撮影ね、舞台の撮影だと、2時間撮ったり3時間近くね、撮影することがあるので、しっかりしたグリップで、持ちやすいカメラでないと、長時間の撮影ができないということで、Z6III っていうのが一つですね。で、もう一つはね、操作感がこの Z8 と似てるっていうことなんですよね。 ZF はこの後ろの親指のグリグリ、フォーカスを移動させるグリグリとかがね、ついてなかったりするので、そういう点でね、やっぱりちょっと操作感的には Z6III の方が、サブカメラとしては使いやすいだろうっていう点で、もう一つ、これ結構大きな理由なんですけれども、動画の内部ローが撮れるってことですよね。私はもともとその富士使ってて、ソニー使ってて、でニコンに来て、でこのニコンにした理由の一つとして、Z8 がね、内部ローが撮れるっていうことで、このニコンにっていうのもありますので、それを考えた時に、サブカメラもね、やっぱり内部ローが撮れる方がいいだろうということで、Z6III になりました。本当はね、 ZF のあのデザインとかはすごく好きなので、いいなとは思ったんですけども、こういったね、理由で Z6III を選んだって形ですね。という感じで、今ここに、Z8 とZ6III っていう形で並んでおります。で、ここからは Z6III を購入するにあたって、合わせて買ったものっていうのをね、ちょっと紹介したいと思います。で、合わせて買ったものね、2つあるんですけれども、1つこちらですね、 JJC の保護フィルムですね、液晶の保護フィルムで、私はもともとね、グラマスっていうメーカーの保護フィルムをね、ずっと愛用してたんですけれども、この Z8 のやつが売ってなくて、その時にしょうがないなと思って、この JJC のね、保護フィルム使ったんですけども、使ったら思ったよりも良かったんですよ。なので、もう今回は、グラマスを見ることもなくね、この JJC のものを購入しました。で、これ何がいいって、 Z6 も Z8 もこの後ろの液晶と肩液晶がついてて、これ両方ね、保護フィルムがついてるっていうのと、それがね、2セットついてるんですよね、ここの中に。なので、1個ね、途中で、剥がれちゃったとしても、もう1個あるっていうのの安心感があるので、こちらにしました。で、2つ目がこちら、スモールリグのナイトイーグルっていうね、ケージです、カメラケージ。こちらを購入しました。で、Z8 にも、同じシリーズ、ナイトイーグルのケージをつけてます。はい、これですね。私はこれ気に入って使ってるので、Z6III もね、同じようにしようかなっていう形で、こういう風につけております。はい、というわけでね、これ今からちょっと2つ、装着してみたいなと思います。こんな感じになりました。めっちゃかっこいいです。で、後ろもね、よいしょ、フィルムがしっかり貼られてます。
はい、というわけでね、これが Z6-8、Z8 で、ナイトイーグルにね、ケージに入って、めっちゃね、お揃い感も出て、テンション上がりますね、気持ちいいです。で、今回 Z6-3 に合わせて購入したわけではないですけれども、これね、裏暗示のカメラを冷やすファンですね。バリアングル開けて、この後ろにね、ペタッと吸盤でくっつくタイプになってます。で、電源入れてあげると、これでファンが回って、カメラを冷やしてくれるので、熱停止しにくくなるっていうアイテムです。これも、まあ、ずっと持ってたんですけども、Z8 はね、チルト式なので、まあ、4軸チルトですけど、バリアングルみたいにこういう感じでは開かないので、つけられなかったんですよね。なので、使ってなかったんですけども、この Z6-3 では使えるなと思って、ちょっとね、楽しみです。はい、というわけで、今回は Z6-3 を購入しましたっていうお話でございました。この動画が良かったよ、参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録もしていただけるとすごく嬉しいです。それではありがとうございました。さよなら。